これ普通に遊べそうだな、問題ない感じなんですけど、なんか全然問題ないね。誰だらもうダメだとか言ってたやつは。しました、じゃあ貸してあげる。いや、いや、めっちゃいいやん。相場上がってまうなこれ。ああ取り方。デトロビットジェネレーションの相場上がっちゃうよこれ。危ない。あ死んだ。このままボス行きたい。あーひでー、あー取り逃した。あーもう全然陣営よ。ブギャー、アストレーザーは割と普通に全然問題ない感じ。なんか、うん、なんの不満も。あ待ってくれ。みんなこんぐらいになっててくれたらな。みんなこんぐらいだったらな。危ない。危ない。一回ぐらいで退化する。ダメだ。ダウンコース。全部同じ死に方してる。いやいいね。うん、ボタンの位置どうなってんのこれ。上の X、 あの X が A で、いや、と思った方がいいです。あのすごいね、他のゲームでも。だって急に X で右パンチで B で左攻撃。逆じゃん。すごい写真を見とった。あのなんかね、なんでか知らんけど X を A 的に使う配置されてる。普通 A が基準だけど。どういうこっちゃ。で X を見つけられないやつは決まります。歯医者、はい、どうぞ。負け犬だから。今日、あ、苦手？検証してみて、いろいろいい点が分かったんで。じゃあ、お貸しします。じゃあ、いいです。いや、いいですって。置いて帰る。そんだけ言って、いいです。そんだけ遊んで。そんだけ褒めといて、貸せよって言ったら置いていくっていう。ミッドナイトリ、あ、それ気になりますね、確かに。ナイトスラッシャーの話しか聞かないから、これ。お父さん、声聞きたいっすわ。声で海外は。あ、あーもうシスシス。うちの基盤もそうやね。海外はやね。ビーケアブルってな。で、パンの中ぬるい。あー、これボタン押しながらで回すの難しいね。あ、しかもボタンがなんか変だ。X 準拠。いや、
こことここで回転 でこれでショットでこれがジャンプっていうすごい配置になってる。なんだこれ、地獄みたいな配置褒めないの。ちょっと、ね、目新しい配置で斬新な、斬新やん。超難しい超難しい音も甘い。うん、これよくない。なんかそんなに、いやまあおかしいけど、まあ他のに比べると、で、あの全然角度を変えて打つ余裕がない。ここは意外といいかもしれない。ブツブツはしてるけど、この操作が難しすぎて、ちょっとこれ定価は1回合わせて1280円で買ったと仮定して評価していく。それあのスイッチ版のソフトが800円ぐらいなんだけど、移植がダメ。紙移植の答え1回忘れよう。まあ海外のその人たちには感謝しつつ忘れよう。忘れよう。1回忘れよう。感謝はめちゃくちゃ示しつつ、あ違う、ボタンが違う。いけるいける、まだいける。選手を集え。すごい、ここは日本語なんや。書き直す気力ないんや。こう角度変えるの難しい。黒さんの人間力で鍵なんやかんやで、ね、結構取り逃してたけど集まったな。フリーウェイ、フリーウェイ、ナイトロ、ナイトロ。使ってもた。いや、あの使わないと打てなかった。これは死ぬってなった。違う。なんでこのボタンがここなんだかが分かんないね。なんでそうなっちゃってんだよ。ああ。Y ボタンを使ってあげないとなんかかわいそうよね。何がかわいそうだかわかんない。そんな褒め方ある。そんな雑な褒め方ある。あーダメだ。あー向きが向きが合わない。向きが合わない。しんどい。はい。はい。いや、良い食でしたね、これは。まあでも、デコキは基本重いのかな。アーケードはどうしてんのね。ね。お。ちゃんと日本語版だ。テクノスは悪くなさそうだな。エキサイティングガーとか全然違う系統でも。あ、コンバットライブスは遊べるわ。コンバットライブス目当ての人だったら。さっきからそれが多いけど。検討してもいいで。全然コンバットライブさ、普通に遊べるわ。めちゃくちゃ遊べるわ。普通に。安心する、ちょっと遊べるかも。今日一出来がいいかもしれないですよ。どんどん見直しポイントが
遊びたくなってくるから死んじゃったねいやでも普通に遊べる、ね、うん、ホンダトライブスはよくできるテクノスは割と移植度が高め、いい移植度ですねデコに比べると全然いい。ということでレトロビットジェネレーション3は買い結論そこになっちゃう